はい、どうもパイテアオチャンネルパパテアオです。マムでーす。はい、今回は南光自然観察村に来てますよ。高規格キャンプ場 で、うん、コテージ系が多いんですよね。そう、水島がお湯出るんですよね。お湯出る。これピザ窯もあって、うん、まあ薪ここで割ってくださいっていうご丁寧にね。そう、薪を割る、薪割り台もいっぱいあって、うん、まあ、かなり高規格キャンプ場ということで。そう、今日予報ではなんかマイナス4度まで下がるらしい。マイナス4度はやばいな。ギギでもな、マイナス4度で耐えてな、うん、キャンプできるってところ見せたろか。見せていけたろかと見せつけたろかい。やっていきたいと思いますでは、ではどうぞ。ちょっと嫌な水の流れできてるなこれは幕内がやられるかもしれない。うーん、それやろ。これな、これの本場のキャンプの前な。見て、雨に混じって雪降ってんだけど初めての雪中。雪中無理やろ、雨混じってんだよ。いや、わからんね、これ。気温がどん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 下がってたらもう、見渡す限りはもう白銀の世界になったんですね。あそこ雪の塊あったもんな。雪の塊だった。なんか天気がさ、天気予報がことごとく外れてるから怖ない。怖いな。怖いよな。なんかマイナス4まで行くらしい。無理やわ。帰ろう。帰るか。帰るか。ここまでやったのに。しかも雨も全然止んでくれへんし。止んでくれへんな。よっしゃ。お風呂でも入ろうかな。24時間やねんな。24時間じゃない。8時まで。朝の8時まで。8時まで。お、朝の8時まで開いてんの。8時までお風呂入って入れる。すごいな。うん、すごいやろ。俺何時に入ろう。何回入ってもいいの。何回入ってもいい。やばお風呂大好き。寒ーってなったらお風呂入って、寒ーなったらお風呂入って、お風呂入ってってことやね、うん、しかもシャワーじゃなくてお風呂やもんな。お風呂やね。今見てきたら、うん、カワセミってとこがめっちゃでかかった。あ、だから八角形ぐらいの形で。はい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 。なんか2階建てやね。2階建て2階建てっぽいね。それあれちゃう、29人の定員、29人、1棟だけあるとこ。めっちゃでかいね。なんぼ。そこはオフシーズンで3万5千。んー、どうでしょう、んー、どうでしょうでも29人やで。29人で割ったらすごいな。3万5千やで。でも友達俺1人ぐらいしかおらんからな。全然おらんやん。割るに1万8千。高いやん。唯一の友達一人で行ったら1万8000円か。コテージ定員6人のとこが1万6000円、うん、コテージ系が多すぎてどれか分からへんよね。めっちゃ多かったで、定員4人のとこは6000円、うん、1人6000円とか。いや、1棟え、ほんま宿泊1泊。え、すげえ。ハイシーズンってのはやっぱあのお盆休みとかゴールデンウィークとかそんな感じな。そうやと思う。え、オフシーズン6000円やったらめっちゃ安ない。安い。コテージの、うん、あのなんかツリーハウスみたいな。ツリーハウスが素敵なやつがいっぱい買っとったやん。うんうん。ツリーハウスがなんか1本足と4本足があるね、うん、足まで見てなかった1
本足の方は5,500円、はい、4本足の方は7,000円、ちょっとしっかりしてる。でも安いな。そこと隣にあのサイトがついてんねんで。めっちゃいいやん。ツリー、今度ツリーハウスがいいわ。じゃあツリーハウスいいよな。うんうん、へえ、うん、やって。なんかいろいろあるからな。なんかはコテージ系が結構割安やから、うんうんうん、そっちの方が良さそうやん。そっちでも全然いいと思う。そっちでも、だからそっちがいいな。でもやな、まあでもあのなんていうの、そ気分次第で。気分次第ネットクワってやつ。そう、気分次第でツリーハウスに寝るんかテントで寝るんか。あ、サイドって言ってるかな。そうそう、いいな、そう思ったら、うん、いいか、面白いな、うん、面白い。鶏肉、今日のキャンプ飯、鶏肉です。手羽先と雑穀米。うまい。うまいけど、こうするかな。雑穀米だな。この雑穀米めっちゃいいで。イオンで見っけたよ。いちごがさ、真空パックされとってさ。イオンで。うん。すごい。こうやってパキって割ったらザーって出る。雑穀米だけに。うん、いろんな種類あった。いろんな種類があった中で、なんで雑穀米にしたの？雑穀米の5種類。雑穀米しかないんかい。うん。食べてみるわ。うん。さあ、こぼすぞ。こぼすぞ、ママさん、これは。ふっ。よっ。よっしゃ。めっちゃ可愛いストーブある。これ麦じゃないの？麦じゃないんだから。玄米と、まあ、やるよ、とって。美味しいやろ、うん、普通にご飯や。うん。ご飯はご飯やな。うん。確かに。雪降ってもんね。雪降ってんすよ。うん、積もるかな。耐えれるんかな、雪降りが。いいっすね。雪は大丈夫やろ。うまい。うまいやろ。うん、うまいよ、うん、寒いよ、足が。変わる？こっちめっちゃ暖かいで。マジ？うん、ちょっと座ってみ。うわ、ほんまや、全然違うやん。やってないやろ。ズルコね。ガンガン来てるやろ、あったかもさ。どう？ほんまやん。一粒に。よし。今日はね、ちょっと気分変えて。ハギングブレードちゃうね。え、そうなの？うん。珍しい、どうしたん？そうやろ。まあ、いろいろあって。まあないけど。気になるやろ、みんなこんな言い方したら。何ブレンド？じゃあこれマンデリン。マンデリンブレンド。なんかちょっと変わった匂いする。チョコレートっぽい匂いする。うー、楽しみ。ギリギリ足りた。よし。良くない感じ、そんな。ちょっと言っていい？うん、豆が良くない感じするね。わかる？こうなるよね。俺もこの注いだ感じ見たら思った。
多分これだいぶ鮮度落ちてるやんな、うん、全然膨らまへんね。多分焙煎してからめっちゃ経ってんじゃない時間で、あんだけさブワッて置かれてたらさ、うん、ああいつ焙煎したか分からへんよ。確かに。なんかちょっとどうなんかなって思いながら、まあでも飲んでみたら意外と美味しいかもしれない。そうかな、知らんけどほんま知らんけどやな。全部飲めや。いやでも俺だいぶ味オンチやからな。まあ、うん、飲んだらめっちゃ、ん？うわっ何これってなる可能性ある。あるな、うん、もうほら、もう崩れる時点でなんか、はい、酸味すごいな、これ酸味は甘いね酸味すごいな、これちょっとかりんとうまんじゅうであれしようや、うん、酸っぱもう捨てよう、そのまま捨てへんよ、そんな無理や、飲まれへんの、これ酸っぱって。コーヒーがただでさえ美味しくないのに、なんでかりんとうまんじゅうコーヒーを渡してきたの。えぐいって。コーヒー美味しい。俺も見た瞬間絶対こしあんがいいと思ったもん。はい。やめて。なんでよ、コーヒー美味しいコーヒーと。いやもうあかんわ、美味しくないコーヒー飲んで。いただきます。これかりんとうまんじゅう。いただきます。うまいよ、めっちゃうまいよ。なんかかりんとうまんじゅうが大人気すぎて一時期販売やめとってんて、うん、この店めちゃくちゃうまいこれ。だからあ、もうかりんとうまんじゅうにしようと思って。うまっ、めっちゃうまい、日本のお菓子っていう。あ、かりんとうまんじゅうがあったらこれいけるわ、うん、酸味が和らぐ、うんうん、の、うん、お散歩これいける、全然いける、うん、うまい、うん、貴重なこしあんがおっちゃん食べり落ちたやつ3秒以内でも無理やで、つじつじ出たもんだって。あんこか土か分からんようになるから、うん、いや分かるよ、ジャリジャリ言うやん歯折れるかもしれん。寒い、綺麗なでも、うん、寒ない、雪やばいな、うん、これほんまにギギトゥーで大丈夫なんだ。それな、幕内でも吐く息抹茶がいけやで。分かりにくい寒いやんか。でもマグマ回路を背中に貼って、そうやな、あ、確かに、うん、ちゃんとこの前言われた通り一枚の上から貼った、その方がいいよ、うん、ほら、あったかいな、うん、うー、足こないしとったら全然寒くない、足寒いな、うん、ずっと腹水が垂れてますわ。でもさっき見たけどさ、マイナス5度まで行くらしい。マイナス5度はやばいな。なんか明日の朝の9時までにもマイナス5度や。もう9時までお風呂入っとこや。それな。
うしよう。撤収。そろそろ味噌で鍋作ろうや。5時。あ、5時今。5時。まあ。なんかヒゲがあの鼻に入って。めっちゃ痒いねだから。もう痒いと思って。鼻毛かな思った今。それいいや。鼻毛かヒゲかわからなかった。つながっとったもんから、うん。いい感じや。大根おろし知らん。ご飯作るわじゃあ。うん作ろう。得意なお鍋。よいしょ。よいしょ。今見ちゃみたいな。ちょっとあれやわ。Looking for my mother's eyes as I'm staying close to them here. A lock of gold, a secret smile, little things I remember. Plays a hand upon my heart as her. She was a beautiful いっぱい食べやはる。でもあれやな、思ってたよりいけたな。イージーツーでもいけましたね。いけた。スカートなくても、スカートなくても、まあ、しかも俺このキャンプ一回もダウン着てないし。すごいな、あんなに寒がりの。あんな寒がり、いやそれさ、外ずっとおったら寒いで、さすがに。あー、もう匂いが全然違う。膨らんでるわ。なるほ
めっちゃ膨らんでる。違うな。これは全然違うな。想像してたよりも違う。生きてますよ、豆が。べちゃべちゃ、べちゃべちゃやったもんな、だって。うん。浸透圧はどこに行ったっていうぐらい浸透しなかった。ただのろ過。ろ過コーヒー。ろ過コーヒーじゃなくてろ過コーヒーやった。ろ過。これは違うはずやね。これこれこれ。わし椅子ないさかい。あ、いや。すべての椅子を取られてると。これがコーヒーやな。うん、知らん間に舌を取ったのかもしれない。いいお豆に巡り合ってて。いや、そう考えたらやっぱチャオッペすごいな。チャオッペすごい。チャオッペの豆はもう間違いないわ。全然ちゃうもん。うん、雪解けしてきた。やっと。滴ってきてる。そろそろできたんちゃうかな。お、ほんまや。うん、例のやつ。ありがとうございます。あのすぐパクらせていただきましたって。ちゃんとあのいや、ボンさんのめっちゃいいな。ボンさんのリール見て私これやりたい。あれめっちゃ綺麗かったもんな。うん、映像が上手。やっぱり映像綺麗。うまいもんだって。うまいよな。買い立てかな。午後一やしな。出ていこうか。じゃあ